骨の趣味部屋へようこそ。今回もね、ドラゴンボールのフィギュアを紹介していきたいと思います。今回紹介するのはこちら。はい、出た彫刻武勇伝、劇場版のブロリーですね。すっげブロリーフルパワーはい、うわすごいね。これはね、アミューズメント、まあ、プライズ品ですね。はい。こちらをね、現地ってね、取ってきたんじゃなくて、買いました。はい。ということでね、結構ね、いや、これ重いんですよ。結構重い。グランジスタ並みに重いかもしれないな。はい。これはねちょっと期待してるんですよね。出来が良さそうなんで、まあ、同時に出たね、悟空は、まあ、買ってないんですが、まあ、ブロリーが欲しくて、購入しましたんでね。はい、では早速ね、中身の、袋の状態まで持っていきましょう。はい、開封しました。いやーすげーパンパンに入ってたね。はい、ということで、まずね補助パーツ、はい、で、腰のね、腰巻き、はい、で、下半身で上半身、はい、こういう感じで入ってましたね。いやーもう箱からパンパンだったから出すのに苦労したわ。はい、ではね、早速もう組み立てちゃいましょう。はいはい、組み立て終わりました。では見ていきましょう。はい、じゃん。いやこれめっちゃ大きいね。結構なんか思ってるってけ。しかもこれすっごいよくできてる。おお。いやすっごいね。これいいですよ。安っぽさがないね。うん、プライズだけど。いやーこれ結構重量感もあるしね。うーわー顔超いいよこれ。かっこいい。ちょうどねポーズ的にあれ HG の、ブロリーと一緒ですかね、ポージング的には。うわかっこいい。まあ、ここら辺はプリントですけどね、うん、この傷とかはね。うわすごいな、結構ほんと細部までよくできてますね。これはすごいな。いやこれはね UFO キャッチャーでね取れる自信ねえわこんな重いのいやーこれ現地で取った人すげえな。うわかっこいい、すげえかっこいい。マッチョだぜ、シックスパック。やっべえぐれかっけえ。何これ、いやすごいね。はい、ということでね、皆さんはねこのブロリー、取りましたでしょうかね、または購入されましたでしょうか。いや自分はね、想像していた以上だと思います。はい、いやこれはいいね、うん、一番くじのブロリーも欲しかったけど、うん、これでも十分満足できるレベルですね。はい、ということでね、今回はね、こちらの、ブロリーのねプライズ品、こちらをご紹介させていただきました。ぜひね、この機会にね、チャンネル登録、もしくはね、いいねボタン、ぜひお願いします。じゃんじゃんね、フィギュア紹介していきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。
では今日は、この辺でご視聴どうもありがとうございました。